お渡し願います。渡せばハルカを返すんだな。もちろんです。この人たちも登場界の100億を狙ってるってことですよね。つまりは大丈夫、撃たない。ストップ、そこで止まってください。ペンダントをこちらに投げてください。ハルカ、すまない。さ、大丈夫？いや、怖いね。守ってくれだ。すごい、ありがとう伊達さん。でもペンダントは渡しちゃってますよね。伊達さん、無事か？いや、ハルカが、くそ、浅井が腕を撃たれた。はあ？やったな、こいつら。ペンダントを渡せば返してくれるっつったよな。おうおうおうおお。なんだその顔は。いや、約束守れよ謎の組織。謎の組織。やっぱでもヤクザって感じじゃないぞ。なんだ、誰だこいつら。ただペンダントを狙ってるってことは、しかもハルカちゃんを傷つけましたからね。あの真島さんからハルカちゃんを助け出した謎のおじさん関係ではないのかな。やっべ、こいつはちょっと強いかも。なんか体力ゲージ高いし、みんな謎の男だ。いて行って行って行って、ちょっと待って、あれ、ちょっと待って、訓練されてないこいつら。行って、撃たれました。クッソじゃないのよキリュウちゃん。後ろから銃撃たれてクッソで起き上がれる。キリュウちゃんおかしいから。こいつは普通に銃撃ってきやがる。行ってってって、しかもあのユウヤがやられたってことですからね。カズキさんたちが縛られてるってことは、よいしょ、やっぱ相当な強者です。みんな銃持ちじゃいいって。キリュウちゃん立ち上がる。もう計3発撃たれてますが、キリュウちゃんは立ち上がります。おら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 、銃がなんだ。くっそーです。いて、4発目寿司食え。銃撃たれても寿司食えば治るんだ。寿司すごい。よいしょ、おっしゃ、おりゃあとはお前だけだ謎の男。ちょっと名前がわからないから呼びにくいな。危ね危ね危ね、こいつでも強いな。ただ腹立つ顔したから殴る。お前は約束を破ったし、腹立つ顔したから殴らせてもらいます。謝らないぞ。お前を殴っても俺は謝らないからな。おらよ、くらえ。よっしゃ、倒した、強かった。あ、逃げた。いや、もうあっぶねー。お前らどこの組織のもんだ。極道じゃねえな。なんでペンダントのことを知ってる。おい、答えろ。俺たちは、うわ、おい、仲間じゃねえのかよ。仲間というか上司じゃねえのかよ。ハルカちゃん、大丈夫。ハルカ、大丈夫か。出血の割には傷は浅い。大丈夫だ、心配ないだろう。救急車呼べ。おじさん、救急車呼べ。助けに来てくれたんだね。そりゃそうだよ。ごめんね、私が勝手なことばかりするから。ハルカ、俺もお前に謝らなきゃいけないことがあるんだ。ちゃんと聞いてくれるか。うん、話すか。水木、
お前のお母さんな、もう死んでいたんだ。すまない。俺は助けることができなかった。ごめん。ごめんな、はるか。涙一つ流さない。あ、ゆうや、キリュウさん、カズキさんもよかった。縛られてなかったのか。撃たれた男の胸にこのバッジがついていた。俺はこの線から少し探ってみることにする。ああ、頼む。すまない、こんな騒動に巻き込んじまって。何言ってんすか、そんなことを言わないでください。そうですよ、俺らの方こそ銃向けられたっきり何もできませんでした。すみません。いやいや、もう十分戦ってくれたぞ。おう、このお嬢ちゃんが噂の子か。ああ、嫌われちまったかな。なあ、裸ネックレスだからだよ。この子をしばらくかくまってほしいんだが。わかったよ。でもあんたに頼まれ事するのも妙な気分だな。ああ、俺もだ。ここを好きに使うといい。まあ外見はちょいとあれだが。花屋、恩に着る。ありがとう。まあいいって、ここならヤクザも警察も攻めては来ねえ。安心していいぜ。キリュウ、俺は一度署に戻る。明日は錦山と会うんだ。今日はもう休め。そうだ。ああ、そうさせてもらうよ。忘れてた。俺明日錦くんと約束したんだった。いやでも伊達さん、探り入れて大丈夫か。もうこの件には深入りするなと。須藤、ここは世良の殺害現場です。四課の伊達さんが何か。そうだな、邪魔したな。釘を刺されてましたよね。10年前のあなたは私にとって目標だった。的確な捜査、周到な計画、そして事件への執着心、どれをとっても刑事として一流だった。それが今あなたの行動が理解できません。何が言いたい。私はあなたとあなたの協力者を監視しています。これは忠告ですよ先輩。須藤、お前に真実は捕まえられしない。ここがアジトになるのか。セーブすることができます。アイテムを保管することができます。まあ、ちょっと外見はあれだね、やっぱりね。キリュウ、まだ錦山と会うまでは時間がある。遥もいろいろあって辛かっただろうから、少しは気晴らしに行ってこい。だが遥は傷が。傷は浅い。それにあの子にとっちゃ玉の遊びの方がいい薬になるさ。俺はここで待ってるから行ってやってくれ。わかった。よろしく頼むよ。傷は大丈夫なのか。大丈夫？もう全然平気だよ。伊達さんも玉がかすっただけだから大丈夫って言ってた。おいおい、それが刑事の言うセリフか。本当なら医者に見せるところだ。そうだぞ。きっとこんな経験したことのある子他にいないよね。ドラマのヒロインになったみたい。ずいぶん肝っ玉が座ってんな。まああまり無茶するんじゃねえぞ。了解。ほんとそうだよ。お母さんが亡くなったことも今知ったわけですからね。はるかは携帯電話持ってるのか。持ってるわけないじゃない、ひまわりにいたんだから。なんだ、伊達さんが最近はガキでも持ってるなんて言ってたが、さすがにみんながみんなってわけじゃねえんだな。クラスの子はみんな持ってるよ。放課後はいつもメールで待ち合わせしてたりするし。え、文通でもしてるのか。やだおじさん、メールも知らないの。さすがに遅れすぎ。何、
メールって手紙のことじゃねえのか。カムロ町って見たこともないお店がたくさんあるよね。まあそうだな、子供には新鮮かもしれねえな。そういえば街を歩いてる時におもちゃ屋見つけたんだけど。そんなのあった？閉まってて入れなかった。いつ開いてるんだろう。待て、それはきっと大人が入る店。お前にはまだ早い。なんで？大人はおもちゃなんか買わないよ。はるか。いや、買う。はるか。いや、俺は買わないが、買う人もいるんだ。何それ、どういうこと？なんて答えりゃいいんだ。伊達さん、頼む。その質問の答えはちょっと伊達さん、頼むわ。ちょっと俺はできないかもしれない。あ、ごめん。ごめん。ポチ太郎もいる。ポチ太郎に話しかけられないな。おじさん、私もう大丈夫だからどこか行きたい。本当に大丈夫か？うん、元気だよ。腕も大丈夫だからね。わかった、無理するなよ。うん。いや、腕も心配だけどはるかちゃんの心も心配だぞ。泣いていいんだぞ、はるか。じゃあどこに行きましょうか。時間が…キリュウさん、お暇なんですか？うん。まあな。じゃあ面白い場所がありますぜ。え？中道通りと太平通りのぶつかる場所に宝くじ売り場があるんですわ。宝くじじゃ気晴らしにならねえな。いやいや、話はこれからです。そこの売り場の女に話しかけてみてください。もっと楽しい場所に案内してくれますぜ。え？どうしたの？なんか怪しいとこ案内されちゃった。大丈夫か？はるかちゃんと一緒に行くんですよね。もっとなんかこうゲームセンターとか、まあ本当は病院に行きたいんですけどね、はるかちゃん。心配すぎるから病院に行きたいけど、ねえ、気晴らしというか、遊ぶならゲームセンターとか、はるかちゃんがね、一人の時もゲームセンターに行ったりしましたから、そういうとこに憧れとかがあったりするんじゃねえのね、おい！はるかちゃん！離れてみて！はるかちゃんが、余裕痛いてて！はるかちゃんあんまり見ないで！おじさんのこの姿ねえ、あんまり見ないでね、はるかちゃん。今手叩いてなかった、はるかちゃん。はるかちゃん、はるかちゃん手叩いてる。手叩いて喜んでる。やる気が出てきました、キリュウちゃんの。はるかちゃん、よく見ててね、はるかちゃん。これが大人の壊し方だよ、はるかちゃん。あ、お尻が、お尻いた。あんなヒートアクションあるんだ。ガードレールでお尻が。勘弁してください。はるかちゃん、こんな人間になっちゃダメだよねえ。どっちもだよ。襲ってきた方もだし、こっちの人間にもなっちゃダメだからね、はるかちゃん。はるかちゃんねえ、おじさんが持ってるこれわかる？カセットコンロだよ、はるかちゃん。カセットコンロの正しい使い方はね、こうだよ。熱っ。はるかちゃん、見ちゃダメ。全部俺のせいです。行こうじゃないのよ、はるかちゃん。冷静すぎなのよ。はるかちゃんと一緒にいるときに戦闘するの楽しいな。はるかちゃんは銀だこ好きねえ。はるかちゃん銀だこ食べるね。ちょっとおじさん銀だこ食べていいかな。ここの銀だこすごいんだよ。お腹がね、こんな痛くても。いらっしゃいませ。ボコボコにされても銃撃たれても回復するんだから。ここのたこ焼き食べるとね、治るんだよ。お酒飲むのか。はるかちゃんと一緒にいるのに大丈夫かな。嫌われちゃうんじゃない？じゃあたこ焼きと、アボガドの柚子胡椒、うまそう。ソース焼きそばとかも売ってるんだ、銀だこ。あー、いただきます。
キリュウちゃんだけねえ。うまいな。はるかちゃんにもちゃんとあげてよ。ねえ、キリュウちゃん。一人で食べたんじゃないだろうね。あ、ごめん。あ、ごめん。やばいやばいやばい、襲われる襲われる。早く行こう。やべ、酔っちゃった。宝くじ売り場はここかな。よし、到着。セーフ。お兄さん、何か聞きたそうな顔してるわね。よくわかりますね。 あいつから聞いたのね。ちょっと待ってなね。入場するには10万円分の掛け札を先に買ってもらうけど、いいかしら。掛け札はるかちゃん、ちょっと今から良くないとこに行くかもしれませんね。10万円分、はい、じゃあ10万円分の掛け札1000点ね。10万円で1000点うっそ、これ 1点何円よ。1点1000円 ?1000 円か。100円か。ま、多分100円か。あとは、編集の俺に任せますと。うわ、すげえ。これはテンション上がる。これはテンション上がるぞ。何ここ。まったく。手の込んだものを作るやつがいたもんだ。はるかちゃん、連れてきちゃダメだって、ここで。何で遊ばれますか。飛ばって書いてたよ、今ね、左下に。いらっしゃいませ。何で遊んでいかれますか。サイコロのマークが出てましたけど。勝負。お、国の藩、超反爆時だ。ごつー。お客さん、子連れかい。社会勉強さ。迷惑か。別に。ただここには子供料金なんてありませんぜ。かっこいいな、アドリブ聞くね。入ります。さあ、張った張った。じゃあ、え、知ってるの。威勢のいい子だ。はるかちゃん、知ってるの、超反爆地をご存知ね。入ります。さあ、何、ちょっと待って、超、え、超、ここははるかの顔を信じている。え、俺がかけるの。賭け状況、無口なケイスケ、気迫の団吉、ふぬけの優。いいなぁ、いいな、その二つな、欲しい。で、犯人かけてるのが若輩の山下、犬好き神尾、強運の強兵、腹ペコ鉄夫。適当すぎるってね。賭け金、じゃあ信じます？蝶に？マックスは200点までしかかけれないのか。じゃあマックスフルベッドで行きましょう。長半コマ揃いました。ピンゾロの長。おお、やるね。入ります。やるねえじゃないの。どっち、これは長。ここも長。ここははるかの顔を信じてみるか。ここも長に、じゃあまたフルベッドしちゃうよ。いいの、犬好き神尾と一緒だけど、いい。長半駒揃いました。サブロクの半。あー、半か。残念だったね。すまね。アルカちゃんの顔が、アルカちゃんの顔がめちゃくちゃつまんだそうな顔してる。入ります。さあ、つぼ振りの鉄ね。半、ここは半。やべ、半少ないよこれ。すげえ、配当金すごくなる。ふぬけの言うと無口なケイスケしかいないけど、いける。長半駒揃いました。三ゾロの長。やば、残念だったな。入ります。これさあ、勝った勝った。ねえ、ここははるかの顔を信じてみるか。長ね、まあまあまあ、持ち点まあちょっと削れてるけど、これを長半駒揃いました。これを取り返せば、やばいやばい。持ち点が半分以下になっちまう。さあ、どこまで続くのこれ。ハン、ちょっとキリュウちゃん、ちょっと自分で考えなよね。全部はるかちゃん、全部はるかちゃんの言いなりになってるけどね。長半駒
揃いました。一人の奇数だ。はよーああ、ギャンブルの味覚えちゃった、はるかちゃんがこの年で。ちょっと、中座させていただきます。あら。すぐ戻りますんで。休憩ですか？おトイレかな？楽勝だね、おじさん。いや、負けてるって。なんか私、才能あるかも。半分くらい削られたよね。私のおかげで勝ったんだからね。何かおごってよ。いや、2回ね。勝率で言ったら、半分切ってるからね、はるかちゃん。いやお待たせしました。年のせいか、小便が近いもんで。あ、本当にトイレだった。さあ、続いて参りましょう。入ります。勝負。ギャンブラーの目を引き上がる。どうする？ハン。ハン？ハンにかけるよ。入ります。さあ、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 これは、ハン。ここはハルカのカンボ。ずっとハルカちゃんを信じてるんだよ。これもじゃあマックスでハンかけてみましょう。超ハンコマ揃いました。二六の超。あら、残念だったな。お座りいただきましょうか。え？お客さん。マックスだだだだ。何どうした？気安く触るな。何しやがる？ああああああ。何やってんだこれ。邪魔すんじゃねえよ。邪魔したな。待ちやがれ。あ。え？おじさん。何？おい、あれ。おい、何があれ？ずいぶん変わったサイコロだな。イカ様だ！どうなってんだこれ！ふざけがって！おい、出てこい！イカ様だ！つまみだぜ！逆逆逆！ハモった。はるかちゃんはイカ様にも厳しいみたいですね。将来有望ですね。あ、いた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 。思ったより人数多い。思ったより人数多い。やばい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 。ああ、ごめんなさいね、いて。よいしょ、ういよい、いて、いて。よし、でもやっと二人だ。この岩崎、そして壺振りの鉄が強い。この二人がめちゃくちゃ強いんですよ。いて、はるかちゃん、助けて。やべ、もうお寿司が二つしかね。勝てるか、これ。いや、でも、負けるわけにはいかない。いて、そう。はるかちゃんに見せてやんねえとな。イカ様したやつがどんな末路をたどるか。うわ、イカ様したらこうなるんだ。教えてやんねえといて。つえ、マジでつえ。まずはお前からだ、岩崎。よっしゃ、やった。あとはお前だ、このハゲ。言っちゃった、ごめん。ハゲてないかもしれないもんね。スキンヘッドかもしれない、ごめん。ついつい強すぎて言っちゃった。おら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 、つぼりょうねつ、1対1なら絶対負けねえんだよ。おら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 、すみっこだ。おらよ、イカ様しやがって。あー、強かった。うー、はるかちゃん。ちょっと待った。すっきりした。もう、勘弁してくれ。さまあ、やらかした壺振りのけじめ。どこでも相場が決まってるもんだ。いや、でも、それは。はるかちゃんの前だよ。ひるちゃん。お客人。大変失礼いたしました。手前、ここの仕切りをやらせていただいております。この壺振りは流れ物でして。どう知らぬこととはいえ、お詫びの言葉もございません。え、この人が独断でやったっていう。この落とし前はきっちりつけさせていただきますので。そんなこの後始末、手前どもにお任せいただけませんでしょうか。もちろんただでとは申しません。俺たちも帰るとこだ。あとはあんたに任せるさ。ご理解いただきありがとうございます。今後ともごひいきに。謝礼金10万円戻ってきた、元金が。やった、はるかちゃんやったよ。そろそろ時間だ。
はるかをサイの河原に預けに来い。気分転換になったんね、はるかちゃん。サイの河原へ向かえ。はるかちゃん、楽しめたかーい。はるかちゃんはこっちの方がお好みかな。ゲームセンターとかより暴力の方が好きいね。よし、サイの河原まで戻ってきました。おれ、マジマの兄さんがいる。どうしたどうした、あれ。お、キリュウちゃんか。お、どうした、やるか。やりたくないけど。仕掛けて来ないのか。当たり前やろうが、今は休憩中や。ゆっくり一服しながら考え事しとんね。考え事？ああ、どないしたらキリュウちゃんに構ってもらえるか考えとんのや。せっかくやからサプライズかまして、えらいびっくりさせたいやないか。キリュウちゃんも何かええアイデア思いついたら俺に教えてくれや。え、ああ、思いついたらな。ちょっと。はるかちゃん、大丈夫、トラウマ戻ってこない？いいね。このおじさんにさらわれたんだよね、バッティングセンターに。表情一つ変えない、はるかちゃん。大物ですね。こんなところにいたんだ、マジマの兄さん。まあ、じゃあ、サイの河原に向かって。キリュウ、そろそろ時間だ。お待たせしました。10年前と今の錦山は別人だぜ。何仕掛けてくるかわからねえぞ。はるかを頼む。わかってる。10年ぶりの親友と飲んでくるよ。かっこいい。少し遅くなるかもしれない。うん、気をつけてね、おじさん。セレナへ向かえ。それにしてもキリュウ、お前10年前とあんまり変わってねえよな。本当？そうか。自分ではよくわからねえが、俺なんか見てみろ、白髪がどれだけ増えたと思ってんだ。それだけ何事にも全力で当たってきたってことだろう。あいにく不器用なもんでね、そんな生き方あったとしても気づかなかっただろうよ。ま、10年前より今の方がずっと男前だ、それは確かだぜ。いやー、かっこいいこと言うな。なんかこの二人の関係性いい。あ、ごめん、気をつけろ。あ、ごめん。ごめんね、伊達さん。この二人の関係性いいですよね。刑事と極道。なんかね、相入れない感じですけれども。わー、じゃあ、錦くんと会いに行かないといけないのかー。あ、ごめん。気をつけろ。ごめん、ごめん。はるかちゃん行ってくるね。長範博打のことは内緒だよ、そこの横のおじさんには。言っちゃダメだからね。錦くんが水木さんの死体は見たかって聞いてきたんですよね。つまり水木さんが殺された、東京湾に沈められた事件に錦くんが関与している。いやー、でもね、10年前の由美さん大好き人間だった時の錦くんから考えると、その由美さんの妹である水木さんを守らなかった。まあ、つまり由美さんをね、悲しませる結果を自ら行ったってことになるんですけれど。この10年でそれだけ錦くんが変わってしまったのか。まあ、キリュウちゃんと比べられて、妹さんの手術もね。まあ、錦くんが変わるだけの出来事は、起きてしまったのかもしれないけど。セレナ到着しました。では入っていきますか。レーナ、お前なんでここに。これから錦が来るんだぞ。だからよ、あなたたち殺し合いでもするんじゃないかと思って。レーナ、まあそうね、レーナさんがいてくれると安心だけど、俺もそう思ってお寿司は買ってあります。お、来たか。うわぁ、錦、久しぶりだな、兄弟。兄弟。レーナ、酒を。